昔の人が火を焚いた跡ですね。で、あの周辺からはグスク時代のこの、まあ、中国産の陶磁器ですとか、ベトナム産のものもあったかな。そういうか、ちょうどグスク時代にあの琉球はそういうものを輸入したり輸出入してましたので、交易してましたので、その時代のものが出てくるので、グスク時代のロアットですね、火を焚いた跡です。で、まあ、ああいうものが出てくるということは、人がここに来て火を焚けるようなスペースがあったということですね。で、暗い洞窟の奥底とかではなくて、ある程度こう開けた洞窟の一部が例えば崩壊して岩陰があって、で、下がべっちょり濡れてると火なんか焚けませんから、例えば岩陰があったりしてある程度乾燥してたんじゃないかとか、そういうことを推測しているんですね。いずれにしても人が活動できる空間があったということの、証拠になります。岩壁ですか？壁、岩陰、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 うん、ひさしみたいに例えばなってたとかですね。壁じゃ足に、うん、あの少しオーバーハングした、うん、屋根、はい、じゃないかなと思うんですけれども、はい。で、ここはまあそういうおそらく条件が良かったところだろうと思いましたので、ここをさらに深くこの縮図のトレンチを入れて、開けたわけですね。で、こちらの方に来ていただくと見やすいかもしれないんですが、こちら側の壁に黒い墨の層が、真っ黒な層が、壁にあります。ちょっと順序を言っても大丈夫ですか？ちょっと待ってください。これどかしましょう。見えます、見えます、真っ黒な、あ、そうですね、これずっとこういう風にあるんですけども、これも炭の層なんですよ。で、この炭の層の周辺からは、下田原式の土器なんかが出てきますので、下田原式土器の時代ですね。で、先日の委員会の最後にあのイノシシの牙にあの穴が開けてあるものがあったと思いますが、あれはこの炭の層の周辺から出てきました。で、まあ、なのでここも炭の層がかなり厚くありますので、まあ、何度も何度も火を焚いて使用した場所であろうということが言えると思います。で、まあ、このさらに下は、もっと古い時代で、まあそこに3の2層の下っていうあのプラスチックの板がラベルが貼ってありますけれども、あの3の2層よりも下の方からですね、人の歯とか骨も少し出ています。それはちょっとまだ年代は分からないんですが、この3万2000年前のロア島が、3200年前のロア島がありますので、下田原のロア島がありますので、それよりは古いだろうということが言えますね。まあ、これが津波でよってどさっと来た層のようにではないかと考えているので、まあ、ある時期は人が住めない状況もあったんじゃないかと思うんですが、少なくとも3000数百年前の下田原区には人が活動できる場所があって、このグスク時代にもそういう空間があったということは確かだと思うんですね。黒い部分の層が、はい、その間ずっとかまどとして使われてたっていう、はい、まあ、いや、下田原期の間ですね。下田原期、はいはい、だから3200とか3500とかと言われてますけれども、はい、そのぐらいの時代ですね。この炭黒くなってる部分の間っていうわけではないですか？ああ、その黒い厚みのあるのは多分何回も、はい、
3秒案外大丈夫ね、一応大丈夫じゃなかったパターン。